個性はやばいっていう話をします。これもちょうど今読んでる暇と退屈の、もう出しすぎて分かんなくなったら分かるよね、暇と退屈の倫理学に書いてるやつからの引用なんだけど、個性ってポジティブかネガティブな言葉かって言われたら、どっちかっていうとポジティブな言葉だと思うんだよね。だし個性でネガティブなさ言われ方することってなくない、うん、個性を出すなって、そういうのは良くないみたいな風に言うのは聞くけどさ、なんかそれをこうなんだろう、大事だよねって言ってる人ってすごい少ないじゃん、うん、でもその個性を大事にするっていうことが、消費っていうものと深く関わってるんだよっていう話を今からします。でまず言うんだけど、個性が大事って、俺も個性は大事だと思ってる、うん、やっぱりみんなと違うことがしたいって思ってる節は多分心の中にどこかあるだろうし、みんなと同じは嫌だとか、自分らしさっていうのも一つの個性を言い換えた言葉だと思うから、そういうものも欲しいなって思ってるし、そういう人って多いと思うんだよ。でここで質問なんだけど、個性って何っていう話なわけよ。でそれを聞かれた時に答えられる人ってすんげー少ないと思うし、明確な答えってないんだよね。そうで、これが個性と消費が深く関わってるある種恐ろしい理由なの。個性が欲しい、個性が大事っていうのはみんなにパッと受け入れやすいんだけど、個性っていうのがそもそも何かっていうのを俺たちはよく知らないんだよ。だけど知らないけど個性らしきものっていうのをどん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 追い求めていく。例えば新しい服を買ってみるとか、今まで流行りに乗らなかったけど逆に流行りの服を買ってみる、で自分の個性を出そう、個性、自分らしさを出したいってもあるし、流行りからちょっと外したまた違うものを試してみようとか、服だったらあるかもしれないし、そういう音楽とか服とか、なんだろうな、食べ物とか、いろんなところで個性を発揮しようとするんだけど、個性ってのが何か分かんないままいろんなものをどんどん試してってするわけで、ここのこれに関してすごいいい文があったから、ちょっとそのまま引用しようと思うんだけど、読みます。個性が一体何なのかは誰にもわからないということである。したがって個性は決して完成しない。つまり消費によって個性を追い求めるとき、人が満足に到達することはない。その意味で消費は常に失敗するように仕向けられている。失敗するというより成功しない、あるいは到達点がないにもかかわらずどうにか到達することが求められる。こうして選択の自由が消費者に強制される。この文でわかるのは、個性を追い求めることに終わりがないってことは、何かを買ったりするときに、俺たちは永遠にお金を使い続けるってことになる。そうで、これが消費の恐ろしいところだよっていうので、まあおそらく俺がまだ読んでないんだけど、このあとこれが暇と退屈の倫理学に関わってくる。でチラッと読んだところ説明するとね、ビジネスとか本とか読んだことある人からだったら知ってるかもしれないけど、お金の使い方には3つあるって聞いたことあると思うよ。消費、浪費、投資だ。消費は最低限必要としないといけない。で浪費はできるだけ控えた方がいい。そして自己投資しよう、本を買ったり、オンラインサロンに入ったり、なんだら悪いやつだったら、この高い情報商材を買って人生豊かにする、それも自己投資だみたいな感じで、まあいろんな場面、いい時悪い時あるけど、消費、浪費、投資っていうのは、使われる概念である。で考えてみると、消費と浪費どっちがいいって聞かれた時に、浪費の方がいいっていう人いないと思うよ。消費の方がいいよねっていう。でもボードリアールっていう哲学者は全く別のことを言う。浪費の方がいい。なんでか、浪費には終わりがあるからって言ってるんよ。どういうことかっていうと、例えば俺は、お腹が空く、今日もねまだ晩飯食ってないからお腹が空いてるわけよ。じゃあ俺が今からありったけの贅沢をしようと思って、ここら辺で一番高い店、まあ東京のすごい名店とかに行ってさ、お金をじゃあ今使うとするじゃん、バッて。でそれで使う金額って、俺がお腹いっぱいになるっていうことを、お腹いっぱいになっちゃったらそれ以上お金を使わないから、ある程度上限があるわけよ。だから俺がもう最高級の食事、最高級の服、最高級の何々っていう風に、いわゆる世の中の人が浪費だよ、無駄遣いだよっていうことをしようとしても、それって高そうに見えるかもしれないけど上限があるんだよね。だから終わりがある。でも消費っていうものには終わりがないんだよ。でこれが今の個性の話ともちょっと近づいてくる。そう、どんだけお金を使っても、どんだけお金を積んだとしても、例えば個性ってものが何なのかわからないし、そこに対してお金を使い続けるってことは人間終わらないから、浪費っていうの
の方が実は、人間にとってそのお金を必要以上に使わないとか、ことにとっては大事だったりする。で、これは、昔の農耕のもっと前の狩猟民族とかからしたら結構当たり前の概念で、なんか必要以上に物事の何とかしないとかってよりかはっていう話を今しようと思ったけど、頭の中がふわーってなってよくわかんなくなってきたから、この続きはまた次、また会った時に話す。そんな感じ。終わり。